疲れ様でした。ネイルのセロトです。日々忙しくて疲れやストレスがたまります。もともと一人で旅行するのが好きなので行ってみようと思いました。以前からアンコールワットには興味があったので一度は来てみたいと思って検索でカンボジア一人旅だったと思います。日本人のスタッフがついてくれるので言葉に困らないという点です。カンボジアの国自体には特にはなかったんですけど、やっぱり直行便がないので乗り継ぎとか一人でできるか少し不安でした。英語が喋れないので少し戸惑ったりするところもありましたけど、なんとか来れました。アンコールワットのサンライズです。すごく神秘的で美しかったです。日本にいると日々忙しくて疲れがたまったりするけど、上手にストレスを解消していきたいなと思いました。やっぱ日々忙しい女性の方に、のんびりしていただきたいなと思います。初めは英語も喋れないし、クメール語も喋れないので少し不安がありましたけど、スタッフの方がすごく全力でサポートしてくださるのでとても楽しい旅になりました。